はい、どうもなぎです。というわけで、ついに新星4キャラのサユの性能が公式から発表されました。ちなみに事前評価はめちゃくちゃ高めです。多分今後うちのパーティーのスタメンキャラになるんじゃないかなと思ってます。その理由についても詳しく解説していきたいんですが、まずはこのキャラの性能をざっくりと解説していきましょう。サユは風元素の体験キャラで、元素スキルはポケモンの転がるのごとく突進する攻撃です。そして元素爆発はタヌキのだるまを召喚してパーティー全体を継続的に回復する設置型の元素爆発となっています。ではこのキャラの優秀なポイントは全部で3つあると思ってて、まずは風元素キャラである点。もう正直これだけでかなりありがたくて、普段うちのパーティーは風元素アタッカー1人とカズハ、そして風元素キャラに勝利みたいなパーティーを組んでるんですが、このパーティーの強みは風の元素共鳴に加えてカズハの固有テンプのスタミナ消費軽減のおかげで探索がかなり快適になる点です。そして今ショウが入っている風元素キャラ枠に今後はサユを入れようかなと思ってます。で、その理由が2つ目のサユの優秀ポイントになるパーティー全体を回復できる能力ですね。基本的に勝利がいる場合って回復キャラがいなくてもそこまで困らないんですが、やっぱり探索とかしてるとね、なんだかんだでちょっとずつダメージを受けちゃうんですよ。で、まあ、それで毎回視点心臓に行くのも面倒くさくて、結局うちのパーティーではよく体力がもうミリしか残ってない状態で戦い続けるってことが多々あるんですが、サユは風元素キャラかつ回復もできるので、今まで通り風の元素共鳴を発動しつつシールド役の勝利をパーティーに入れてかつ回復ができるっていう、まさに理想のパーティーで探索することができます。もちろんこれはジン団長でも同じことはできるんですが、サユは体験キャラで鉱石割りが便利な点や、これはねちょっとまだ使ってみないとわからないんですが、サユの元素スキルタックルはスピードが速いので、ワンチャン探索とかでも便利そうですよね。まあ、個人的にはそういうところでジン団長と差別化を図ってもらいたいところです。で、最後のサユが優秀な点としては元素スキルが連続攻撃な点ですね。まあ、動画とか見てもらったらわかるんですが、サユは元素スキルで敵に連続で攻撃することができるので、おそらく祭礼の体験と相性がいいです。これのおかげで多少元素爆発の必要元素エネルギーが多かったとしても問題なく元素爆発を回せると思います。ただこのキャラ回復量が攻撃力依存なので、ちょっとねこれは実際に使ってみないことにはわからないんですが、まあ、回復ができる風元素キャラってだけでジン団長同様かなり便利なことには間違いないので、さっき言ったカズハと組み合わせるなり、ウェンティやスクロースと組み合わせるなりすると風の元素共鳴でかなり探索が快適になると思います。あとはおまけの固有テンプ次第ですね。まあ、これが稲妻の特産品がわかるとかだと嬉しいです。それでは今回の動画はサユの性能が少しだけ公開されたので、実際に採用を想定した新しいパーティーを考えてみました。まあ、個人的には多分かなり便利なキャラになるんじゃないかなと思っているので、今から実装が楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。